客さんの取り引き大丈夫かなとか、シャンパン漏れないかなみたいな、チェックしながら、はいはい、そういう風なの。いい、ここ混ざっていい。ここ混ざっていい。ここ混ざっていい。混ざっていい。いやいや、配信してる。配信してる。配信してる。混ざる。いい。あ、俺の放送じゃなくて、俺に聞かないで、こっちに聞く。いい。面白いの。え、面白い人。面白い人。わからない。面白くないとダメよ。ああ、そう。俺ね、今ね、大事な話してるのよ。すげえ大事な話してるから。ちょっと見てるね。え？見てる。あ、見てんの？見てたら余計攻撃しちゃダメだよ、今の流れは。ちょっと我慢してて。あとだったらいいから。後ろから見てるね。え、後ろから見てる。後ろから、もうそれ自爆霊やん。自爆霊。自爆霊ダメだよ。配信でもいいね。今ね、ちょっと真面目な話してるの、ほんと。ちょっと時間くれない？わかった。うん、もうちょっとしたらまた声かけてよ。仲間じゃん。俺呼べてないよ。いや俺もうあれ卒業したよ。ポンスケファミリー呼ぶのやめて。あそこら辺はもう卒業したよ。ギリギリ。後で映したら、いやポンスケこれ呼んだからなるやん。でもまだ配信映ってないからね。主としては、うん、主としては誰なんだ。ホームレスしよう。誰がホームレスだよ。誰がホームレスだよ。主としてはという。ほぼほぼ話なんかルンペンみたいなやつとか。あんなじゃないから。あの東京徘徊物語でさ、新宿歌舞伎町で配信してる時あったじゃんか。でその時にさ、あの俺がさ LINE でさ電話してさ、ポンスケ呼び出したでしょ。そう、深夜1時とか2時とかいつもの時間かな。ポンスケがさ顔出してくれるとさ、大体変なやからに絡まれること多いじゃん。で前々回の時はさ、あの兄貴がさトランセル状態になったやつあったと思うんだけど、ああいうことがあったりとかよく絡まれんだよ。でその前回の東京徘徊物語の時も、ちょっと喋ってから変な黒シャツのさ、あんちゃんが寄ってきてさ、僕も一緒に混ぜて喋ってもいい？みたいな感じでさ、絡んできたじゃないですか。絡んできたじゃん。うん、なんかさ、ちょっと話そうよ、話そうよ、みたいな。で、なんかちょっとうざがらみされてさ、ほんでなんかポンスケがうまいこといなしてさ、あの、20分後ぐらいだったらいいよ、みたいな感じで、あ、じゃあ分かった、また後で来るからね、みたいな感じで、そう、はけたでしょ。で、まあ、結局その人って戻ってこなかったんだけど、まあ、あの、今日、まあ、配信前に、TikTok いろいろ見てたんですよ。まあ、最近よく見るんだけど、パーってライブとか動画とかをいろいろ見てたら、その、絡んできたやつが、TikTok の動画に出てきたんですよ。TikTok の動画に。で、あれこれあいつなんじゃないのかなと思って。で、ポンスケに LINE で、まあ俺その TikTok の画面スクショ撮って、送って、これって先日絡んできたやつだよねって言ったら、こいつですこいつですみたいな、間違いないっすって言って、ポンスケもそれ認めたんで、あ、こいつですわみたいな。で、なんで、その絡んできたやつが TikTok に出てきたかっていうと、これちょっと見てほしいんだけど、なんか、ボコボコにぶん殴られてたんだよね。なんでかわからないけど、顔がめちゃめちゃに殴られてて、これが流れてきたの。今日上げられた動画だから、おそらく、昨日、一昨日ぐらいの動画だとは思うんですよね。そう。で、なんで殴られたかはわからないんだけど、ここでボコボコに殴られて、ほんで、なんか周りの人が、なんか警察に保護してあげて、保護してあげてよって言ってる動画なんだけど、そう。間違いなくこの人だよね。先日絡んできたのね。ポンスケも、あの人だよって言ってたけど、ポンスケも大笑いしてて、これさすがに笑うやろと思って、顔めっためたに腫れててさ、でもさ、確かにさ、俺らにさ、絡んできた感じでさ、他の人にも絡んでたら殴られるよね。だって、結局さ、前回の兄貴にしてもそうだけどさ、やっぱりうざがらみするやつでやられるんだよな。全く同じ流れなんだよね。うん。笑っちゃったよ、これ見た時にね。どうしたらここまでやられるんだと思って、それにしてもボコボコだなと思ってさ。うん。こんなに顔腫れるの、若干ちょっとかわいそうやけどね。でも、みんなはさ、かわいそうだなと思うかもしれないけど、絡まれた俺としてはそこまでかわいそうとは思わん。だって自業自得やもん。だって俺らもうざからみされたもん。俺らは別に殴ったりはしないから、今配信中だから離れてよねっていうこと。あんな感じでさ、粘着してさ、入れてよ入れてよってさ、他の人にもやったら歌舞伎町ってどういう場所か分かってたらさ、そりゃこうなるよ。うん、中にはさ、ちょっとさ、反社の人だっているだろうし、ハングレの人だっているだろうし、喧嘩っ早い人もいるだろうし、そこをさ、ねえ、何でもかんでも絡みに行ってたらさ、それ殴られちゃうよなっていう感じはするよね。うん、ただまあ、実際ね、何が原因でこうやって殴られたのか分かんないし、もしかしたらちょっと同情できるようなね、ほんと何にもしないのに、てめえ何見てんだとか言って絡まれた可能性もゼロじゃないからさ、まあ何とも言えないけど、まあ俺らに絡んだ流れで、
まあ、あの女上に絡んでるんだとしたら、まあ、ちょっと自業自得だよなっていう感じはするよな、うん、ただ俺はめっちゃ笑っちゃった、うん、だってあったんだもん、直接見たからこそ笑っちゃうよね、こうやってシュッシュッとか言って、お姉さんのさ胸ハットとかいう、こういうなんか胸をこうやってふんぎゃ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 とか言ってさ踊ってる動画の次にボコボコの顔出てきたら笑うやん、そりゃ順番に見てったらさ、そうでしょ、だってデュン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 って言って、はぁ、なかなかなか可愛い子やな、うーんって感じでピッて次やったらブクブクブクって出てきたらさ、それは笑うやろ、こんなの急にバーン出てきたら、それはスクショ撮ってポンスケに送るわ。そう、私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! です。